最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はカカノダモーヌ、カカノダモーヌ先頭、2番手はウェイトアホワイル、残り 200m、 カカノダモーヌ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ウェイトアホワイル追いすがります。カカノダモーヌもう一伸び、カカノダモーヌ1着、カカノダモーヌ相手に見事な勝利を収めました。カカノダモーヌ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭変わりました。先頭はミルフォードウッド、ミルフォードウッド先頭、残り 200m、 ミルフォードウッド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。一気に肩のエンゼル、肩のエンゼル、肩のエンゼル1着、2着にはどうやらミルフォードウッド。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。肩のエンゼル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はカタノマムチャ2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。残り 200m、 カタノマムチャ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スマイルプライズフェイクスイング追いすがります。スマイルプライズ、スマイルプライズ1着、2着にはどうやらテープスイング、勝ったのはスマイルプライズ、見事な勝利です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立った。オートシュータイン、オートシュータイン先頭、あと 200m、 オートシュータイン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はイングランドシェリフ、オートシュータイン先頭だ。オートシュータイン大激戦のゴール前、これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前は片野市で残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。片野市で先頭、差はほとんどありません。あと 200m、 片野市で先頭だ。リードは2馬身、このまま押し切れるか。片野市で2番手はアフターシンガー、片野市で1着、片野市で1着、2着にはどうやらアフターシンガー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野市で、まさしく日本が世界に誇れる馬です。前に戻りましょう。先手を取ったのは片野果軸、その外からマスタークラフツマン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。片野果軸先頭、差はほとんどない。あと 200m、 片野果軸先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マスタークラフツマン先頭、片野果軸、片野果軸もう一伸び、片野果軸、片野果軸1着、2着にはどうやらビーチグリーン、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。片野果軸、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。最後の追い比べ、先頭は片野エンゼル。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。片野エンゼル、レバル、アンティレイド、インディアンブレッシング、食らいつく。アンティレイド、アンティレイド、1着。2着にはどうやらインディアンブレッシング、アンティレイド。ここは負けられない。本番に向けて順調なスタートです。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 先頭はキャプテンイージー。片野マウンチャップ必死に追いすがります。片野マウンチャップ食らいつく。キャプテンイージー先頭だ。キャプテンイージー、キャプテンイージー1着。2着にはどうやら片野マウンチャップ。勝ったのはキャプテンイージー。見事な勝利です。さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭に立った。マリーンウィナー、マリーンウィナー先頭。あと 200m、 マリーンウィナー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。マリーンウィナー先頭。一気に祭りだわれつ。マリーンウィナー、マリーンウィナー1着。2着にはどうやら七夕ライラック。これが地方の実力だ。マリーンウィナー。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。あと 200m、 先頭はフォスターハイネス。一気に捉えるか。七夕沢代、七夕沢代抜けた。西野フォード迫る。七夕沢代、七夕沢代1着。2着にはどうやら西野フォード。見事に勝ちました。七夕沢代、フォスターハイネス敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭は片野フローリック。片野ドライバー先頭。片野ドライバー先頭。ベルタブルース、ベルタブルース、ベルタブルース1着。2着にはどうやら片野ドライバー。これが G1 馬だ。ベルタブルース